あ、はい、僕は86.25です。今日はですね、登米市に来てましたね。南方の方にですね、あの桜千本祭りっていうのがあるそうなので、近くを通ってみたんで、今から行ってこようと思います。今日はちょっと晴れてくれたんで良かったですね。まあ、さっき実は反対ルートから来たんですよ。間違わなければいいんですけどね。2,3 日前ですね、あの雪が降ったんですけど、今日はですね、今の気温が17度で、ちょっとですね、若干暑いかなっていう感じなんですよね。もしかしたらその写真の中にですね、私の車が写ってる可能性が、まあ、あるとは思うんですけどもね。まあ、この方も写真撮られてますね。ですね、なんかネット見る限りでは6キロってなってんですよね。すごいっすよねこれ。数日前に撮ったですね、まあ、涌谷町の桜ロードが、まあ、全然短く感じちゃうくらいなんですけど、ちょっとですね、まあ、無言動画になってしまいますけども、ちょっと撮影していこうと思います。
真撮られてる方が結構いますね。なんてあんまり車はいないですね。ちょうど良かったんですけど、来週くらいまでが咲いてるんですかね。この動画もちょっと眠くなってしまいますね。速度が一定なんですよね。寝る前に見てもらうと一番いいんじゃないですかね。ぐっすり寝れるんで。この辺もなかなか綺麗な感じですね。舗装されてないんでちょっと微妙な感じなんですけども、ちょっと行ってみようかと思います。2メートルあるかな。
ないかくらいなんですけど、終点ですね。ここで終点みたいなので、ここでストップしようと思います。それでは失礼します。